今日の試合を振り返ってどうでしたか？はい、前期0-3で負けた相手に対して攻守の面でどちらも徹底することができて勝ち点3を取ることができたので良かったです。これからの試合も徹底するべきところを徹底してチーム全員で勝ち点3を目指してやっていきます。